フンボルトフォーラムは、ベルリン中心部のムゼウムスインゼルにある美術館で、ヨーロッパ以外の美術品を展示している。館名は、プロイセンの学者ビルヘルム・フォン・フンボルトと、アレクサンダー・フォン・フンボルトにちなんで名付けられた。旧王宮を再建したバロック様式のファサードと、イタリアの建築家、フランコステラによって設計されたモダンなインテリアを、組み合わせており、 ドイツ版大英博物館とも言われている。主にベルリン美術館のコレクションのうちのヨーロッパ以外の品目を収蔵しており、特別展、公開イベントを開催している。COVID-19 のパンデミックのため、2020年12月16日にデジタルでオープンした。フンボルトフォーラムには、それ以前からあったベルリン民族学博物館と、 アジア美術館の二つの博物館を包含している。これらはいずれも古代プロイセン美術館にルーツがある。古代プロイセン美術館は16世紀半ばにブランデンブルクセン帝公、ヨアヒム2世によって設立されたものの30年戦争でほとんどの施設が破壊されてしまった。その後、ブランデンブルクセン帝公、フリードリヒビルヘルムによって 壮大なコレクションとして再建され、18世紀初頭にフリードリヒ一世により新たに拡張されたベルリン王宮に移設された。そして、1886年に古代プロイセン美術館の後継施設として民族学博物館が開館した。また、1904年に民族学博物館のインド部門としてアジア美術館が発足した。1906年、 ベルリン王立美術館の局長ビルヘルム・フォン・ボーでは、それらとは別のコレクションとして、東アジア美術館を設立した。そして、2006年に、インド美術館と東アジア美術館が統合され、アジア美術館となった。2020年より、民族学博物館とアジア美術館はいずれも、ベルリン王宮のフンボルトフォーラムの一部になっている。2019年までに、 ホーラムの総費用は合計7億ドルになった。当時、それはヨーロッパで最も高価な文化プロジェクトとみなされていた。当初は2019年秋開館の予定だったが、空調システムなどの技術的な問題により開館が遅れ、さらにドイツでのコビット1 9のパンデミックによるロックダウンによる労働者不足のため、さらに数ヶ月遅れることとなった。 また、2020年4月、建設現場で2台のタール調理器が爆発し、1人の作業員が負傷している。北東のファサードフンボルトフォーラムは再建された、ベルリン王宮内に位置している。2013年6月12日の式典で、ヨアヒムがウク大統領によってその礎石が配置された。二千二十年に完成した王宮には、ベルリン民族学博物館とアジア美術館のほか。 二つのレストラン、劇場、映画館、行動がある。このプロジェクトは創設ディレクターのニール・マクレガーを筆頭に共同ディレクターで考古学者のヘルマン・パー・ジンガー、美術師屋のホルスト・ブレーデカンプの三人による管理委員会によって主導されている。また、ベルリン王宮にあるフンボルト・フォーラム財団は博物館を創設するために設立されたものである。なお、マクレガーは 大英博物館のモデルに習い博物館を入場無料にすることを提案している。大英博物館がパルテノンマーブルその他の異物の所蔵で物議を醸しているのと同様にフンボルトフォーラムも略奪や文化の登用との関係で非難されている。2018年時点ではこれはドイツでの文化財機関問題の議論において主要な問題となっており活動家からは 博物館がコレクションの出所を十分に調査していないとの講義を受けている。フンボルトフォーラムで展示されているハイライトの画像をありがとうございます。